こんばんばはポップです FX チャンネル4月6日土曜日週末スペシャル第1弾ということで、えー、続いてトルコリラ園の解説を中長期的な目線から始めていきたいと思いますいつもはデイトレイ用ということで左側には60分足と15分足を用意していたんですが今回はスイングトレードにも使える中長期的な目線ということで左側には冷やしチャート 右側には4時間足チャートを準備しましたのでこちらを使って順番に解説をしていきたいと思いますではまずですね冷やしチャートからでございますがこちら去年の11月の中旬ぐらいからのチャートとなっております去年はですね比較的20円以上優にありましてですね一時は22円付近まで上昇していたという場面もございました ただ、12月に入ってからですね全体的に株式相場が下げてですねリスクオフの動きになるというところからですね移動平均線まで一気に下げてしまいましてこの移動平均線でも明確にですね反発がすることなかったものですから今度は移動平均線にローソク足が頭を押さえつけられてしまって下落トレンドに転じてしまったというところが12月の中旬から下旬にかけてでございます。 そして記憶に新しいですね1月3日の円高アタックということで日本人が休みが多い1月3日の薄商いを狙ってですね一気に下攻めに転じたというところでございますトルコリラインに関しては18円付近までビットレートが下げるということで、まあ、これでね多くのロン側の方がですねストップロスに引っかかったと要は損切りさせられたという場面があったというところです その後、翌営業日にはですね20円ぐらいまで戻るという場面もあったんですが一度は2番底を目指すかと思われたところで19円50銭で明確にサポートが入りまして移動平均線を超えて上昇というところがありました。 まあ21円ぐらいまでね、戻った場面もあったんですが、やはりこの21円付近から、ですね、去年から持っているトルコリラ税のロンガ税がいますので、ここまで戻ってきたら、やっぱりね、戻ってきたんだったら売ろうという、売り圧力がね、やっぱり大幅に下げた後には働きますので、そこでですね、21円で頭を押さえつけられて、再度下げてしまったというところです。 その中で移動平均線で、ね、明確にサポートが入ればです、ね、再度21円を超えて21円50銭から22円ぐらいまでの上昇があってもおかしくなかったかなという状況なんですが、一旦下げてしまった移動平均線にです、ね、今度はレジスタンスということになってしまいましたので、今までサポートで入っていたものがです、ね、破ってしまいますと、今度は、ね、レジスタンスに切り替わるという形でございますので、そこからはこの移動平均線の下げを見ても 分かる通り徐々に下げに転じまして20円50銭も割り込み再度20円も割り込む場面もあったというところでございます。 そしてトルコリラの選挙が近づくにつれて、ですねボラティリティが低かったボラティリティが再度上昇しまして、ですね一気に動き始めたというところなんですが、こちら、見ていただいてもわかるとおり、結局はですね20円から若干下のところに収束をし始めておりまして、今、三角の持ち合いがスタートしていると。 いうところで今後もしかしたらねまた力が溜まってきましたところで大きく上に動くか下に動くかそういった可能性が出てくると思いますただねこの移動平均線とボリンジャーバンドを見ていただきますと一斉にですね一様に下方向に進んでいるというところからですね少しロングがねまたもや取りづらい状況にはなってきているかなというところでございます こういったところでね一旦ね大きく跳ね上がったときにです、ね、そこをキープできていれば移動平均線が傾いてくるんですが、まあ、1回跳ね上がったところもあるんですがしっかりと収束をしてしまいまして再度20円を割り込んでいるという状況からしますと下げてきた移動平均線に頭を押さえつけられてもう一度19円にアタックする可能性は重々あり得るというところを意識してトルコリラの方は注文を出していただければと思います。 よって、ですね、20円をね、これから明確に超えて移動平均線も明確に超えればロングを取ることができるかなとは思いますがこちら移動平均線が下がってきたとこ,ところで頭を押さえつけられてですね、次が大きな下げということであればロングはね、全然取れない状況になってきますのでここは注意をしていただければと思いますはい、続いて4時間足を見ていただきますとこちらですね、先ほどお話ししました三角持ち合い えー、いわゆる三角ペナントという形でですね、今までの寝動きがですね、えー、徐々に小さくなってきておりまして、まあえー、徐々に力をためきっているというところでございます。ボリンジャーバンドも一旦は広がったところがですね、えー、徐々に徐々に収束をし始めてまして、えー、この三角ペナントの中央に集まりつつあると。 いうところでして今後、この辺り、ですねちょうど三角形が詰まってくるところではですね、まあ、上に行くか下に行くか大きなアクションが出ると思いますのでその大きなアクションが出たらですねその方向にトレンドが続くというところの修正が三角持ち合いにはありますので次に大きく上に行くか下に行くかその動きによってついていっていただければと思います。 前者の大きく上に抜ける場面があればですね多少20円50銭で高くてもですねロングを組めるとは思いますし逆にね下抜けしてしまった場合はこれはねショートを組んでも良いところかなと思いますのでや,っぱりやはり次の大きなアクションにはついていけるようにですねしっかりと様子見をしていただければと思います。 今、ポジションある方はですね、まあ、含み益やほぼトントンであればもう即座にですね、えー、利益確定をしていただいて、えー、ポジションを軽くしておいた方が、えー、今後、動きやすいと思いますので、まあ、そこの部分は皆さんも注意していただければと思います。はい、えー、ということで、えー、トルコリラインは今、三角ペナント三角持ち合いが、えー、出てきていると。 いうところでですね次に大きく動いたアクションについていくというところを忘れずに、えー、皆さんの注文を出していただければと思いますではトルコリラの解説は以上といたします、えー、最後にですねメキシコペソ円新興国通貨のメキシコペソ円を解説して終わりたいと思います メキシコペストの方は比較的順調な値動きをしておりますので、ね、ちょっとトルコリラとは同じ新興国でも毛色は違いますが、ロングをするんであればメキシコペストの方が良い状況だと思います。詳しくは次の動画で解説しますので、よろしければそちらもご覧ください。では1週間お仕事とトレードお疲れ様でした。また来週も頑張りましょう。バイバイ。